ファミマザ・クリームパンです。小十子です。今回はファミリーマートさんの3日で100万個売れたというクリームパンを食べます。100万個は食べれんよ多分。ファミマザ・クリームパン、形も可愛いよね。よくパン屋さんのクリームパンで見かける形だと思います。本格的。いただきます。クリームの甘い香りがします。バニラビーンズがねしっかり見えます。見える？まあまあ、これは売れるわ。クリームがねどこか懐かしい味わいです。滑らかで甘さは割と控えめなんですよ。で生地がねふんわりしっとりクリームと一緒に馴染んで溶け込んでいきます。おいしい。うまいわ。すごいね、重みがあるよ。クリームがね、たっぷり入ってるから。止まらん。止めて。止めてくれ。ちょっと温めます。温めたらまた変わるやろね。温めてきました。レンジでチン、オーブンでチン、油でチン。レンジでチンから。飲めるクリームパン、これは美味しい。もうトロントロンですね。生地の甘さとクリームの甘さが全面に出てきますね。
わ、レンチンめっちゃええ。コンビニのレベルをどんどん上げてますね。オーブンでチン。香ばしさが加わってさらに美味しくなってます。カリッとした表面にトロトロのクリーム、このバランスが最高に美味しい。焦げちょる。揚げクリームパン、まだ湯気がすごい出てる。おお、ああ落ちた。甘さ倍増、油の甘みとクリームの甘みがよく合います。クリームが熱いっていうのもね、温度も美味しさのプラスになりますね。あとこれだけ足らんな。ごちそうさまでした。3日で100万個売れたファミマザクリームパン、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。美味しかったです。王道の味というか、そしてそれにプラスして今風の食感みたいな、すごい美味しい、トロトロでしたね。もうスイーツに近いんじゃないかなっていうぐらい。3日間で100万個、まあ私だったら